はい、こんにちは。それでは今から、円形木琴の作り方を説明しますので、みんなも見ながら作ってください。はい、よろしくお願いします。これが一応というか完成見本です。こういうものができることになります。はい、では早速作り方説明していきますね。はい、はい、では一番初めに 1から丸1からやります。板にカッターで切るための線を引きます。はい、それではまずね、板が8枚あると思うので8枚並べてみてください。それでその時に、どれを一番長いのは切らないんですね。長いのを切らないのにするのかで、今はこっちを切らないことに今してます。でこっちがこれが1センチ短くする、2センチ短くするというふうに順番にしていって、これがここから7センチ短い線を引きます。だからこうやって並べてみて、どこにその今の順番のままでいいのか、みんなが例えば入れ替えたりしたいのか考えてね、こっちは捨てる方だからどっちをいらない方にするのか、こっちがいいのかこっちがいいのか、よく考えてみてください。はい、では順番に記していきますね。一番手前はこのままだから印がない。で次は1センチ、次というか始め切るのは1センチなので、みんなこういう定規でやると思うんですけど、端から1センチのところを両端にしましょうか。板のこっちの端とこっちの端に1センチの印をして引きます。線をで次は2センチやね、2センチの線をして、こういうふうに順番に2センチ、次は3センチというふうに印をしていってください。はい、全部できたらもう一応念のために並べてみて、間違いないか見てみます。ないかな。で大丈夫だったら今引いた線を後ろ側にももう一回線引きます。測った方がいいかな。また1センチの分は1センチ、こうやって裏表とも線を引いてください。はい、これで裏表に線が、切るところの線が引けました。では次、今度カッターナイフを使って切っていきます。でもしおうちにこれカッティングシートこういうカッターナイフ使う時のシートがある人は使えばいいし、ない時なんかは、雑誌、いやもう捨てる、いらない雑誌とか新聞紙を引いて、それからしましょうか。机カッターナイフで傷つけないように気をつけてやってね。でカッターナイフは、いろんな大きさありますけども、どちらでも大丈夫です。こっちでやってみようかな。じゃあ刃を出して、右利きの人は左手でこっちが動かないようにしっかり押さえて、カッターナイフは鉛筆持つように持ってもらって、初めは優しく、初めそんなに力入れなくていいので鉛筆の線の上を優しくなぞってください。落ち着いてね、ここでずれたらあと困るからね。今1回やったけど、これであと2回全合計3回ぐらい切ってみましょうか。ちょっとずつちょっとずつね。で3回ぐらいやったら今度裏返して、またもう3回また初めは優しくしといて、ちょっとずつちょっとずつ
で次2回目さっきよりは強くでもう1回、はい、今裏と表から3回ずつしてまだひっついてますね。ちょっと手あねこうやったらちぎれました。でこんな感じでもしまだやっても切れない時はもうまたもう1回か2回ずつ裏表からやってみてください。それで今みたいにこうキュッキュッキュッとやって取れるまでをやってください。あんまり動かないのに無理やりやったら折れることあるから、折れるっていうかここがバラバラになったら困るから、今みたいに何回かやってみてね。もう一つやってみますよ。次のもね、今と同じように順番に、はじめは優しくしてだんだん強く、どうかな、はい、できましたね。こんな感じ、ね、これで残りも全部線の通り切ってみてください。はい、これか、はい、ではみんな切れて、こういうふうに順番に1センチ切ってないのから1センチずつ短いのができて、全部で8枚これで揃いました。これで、次は今切ったところを紙やすりで紙やすりで磨きます。どうしようかな。で紙やすりで磨くときはすごくほこりっていうか細かい粉が出るので、周りが汚れちゃうので、汚れたりするので新聞を引いといてやったり、ほこりが気になる人はマスクをしてやってみてください。今切ったところをまず、紙やすりで磨きますが、あまりうまく切れなかった人は紙やすり今2種類あって、120番と240番っていうのがあると思うんですけど、だいぶガタガタデコボコになっている人は120番からしましょうか。120番の方が粗いのでたくさん削ることができます。直していきましょうか。もしだいぶ歪んでる人、はそれで直してみましょう。で、紙やすりのかけ方なんですけど、いろいろあるんですが、これ当て木をこうやって巻くみたい、巻いてこれでこうやってかける、こうやって平らにする、あるいは紙やすりを置いといてこうやって削る、どっちがやりやすいかな。みんなやりやすい方でやってみてください。これでもいいし、この方がやりやすいかな。次は、例えばこの表面が少しザラザラしてたりする してる時とか、まあ、もっときれいにしたい時なんかは、今度は240番、ね、細かい仕上げの方の240番を使ってきれいにしていきます。でこう平らなところを削る時はこうやって当て木に紙やすりをこうやって巻いて、持てるかな、こうやって持って。こういうふうにして表面をもし仕上げるときはこうやって、あとここになんかひげっていうかちょっとモサモサモサってしたのがついてるときは
こういう角度でやるとこの角が丸くなって優しい感じになりますね。こんな感じね。で、こういうようなこの角も少し、この角も少し丸くしたい時なんかは、今のうちにしておきましょうか。この角っこね。これでこの板の部分が一応板の部分が一応完成しました、ね。はい、次は今度土台の部分、この土台の部分を次作っていきます。土台の部分を作っていきます、ね。紙やすりはちょっと今一回片付けて、すでに切り込みといって印が入っていますから、この溝の中をノコギリで切っていくようにします。一応ノコギリもいろんな形があるので、みんなのうちにあるのとこれが一緒かどうか分かりませんけども、こういう両方に刃があるノコギリはこちらの刃とこちらの刃とちょっと形が違うんですね。で、今切るの方はこうやってこれを切るときは多分目が細かい方ね、大きくて三角形の方は縦引きっていって木をこう、こう年輪っていうか木目のね沿って切る時が縦引きで、年輪に対して直角に切る時が横引きっていうんですけど、この目の細かい方、これ45度だからまあどっちでもいいっちゃどっちでもいいんですが、このとりあえず目の細かい方がいいと思うので、あの刃の細目の目っていうか刃の細かい方で一回切ってみましょう。で、机から少し切るところを出しといて、でこの溝の中にノコギリが入るようにしてまっすぐ切っていきます。そうな時は優しくしてね、あんまり勢いよく切って自分の足怪我しないように気をつけてね。切ったところがこんな感じですね。今1箇所切れました。同じように残りの3箇所も切っていきます。はい、これで今四角かったのが八角形になりました。今切ったところ、ここね。で、ここにまだ段ができてたりザラザラしてると思うので、まず今切ったところを紙やすりで仕上げていきます。また新聞も、はい。それでは今切ったところに、がツルツルになるように、あるいは切ってないところももしザラザラしてたら今のうちに紙やすりをかけます。結構これはザラザラしてるかな。一応そしたら段があったり結構ザラザラしてるときはさっきと一緒で、初めに120番を使います。で、先ほどと一緒で こうやってやるかみんなのやりやすい方でやってみてください。で、ある程度きれいになったら今度は、240番に変えて
240番で全体を軽く仕上げるというか削って、また面取りって言って角を少しだけ削ってみましょう。こうやって持った時にね、優しい感じがするからね。まずは上とか下の平らなところを削るんです、まあ、削ったらいいと思うんですけど、わかるかな、こういう木目というか年輪がこう今こっち向けに走ってるので、紙やすりをかけるときは年輪がこうのときはこうやってかけた方が綺麗になりやすいですね。これに対して直角にかけるとあまりうまく仕上がらないので、こういうふうに木目の方向に向かってかけ、紙やすりを動かしてみましょう。で 上と下を削ったら、今度ここも順番に少しだけかけましょうか。ここも、いいかな、こんな感じで、さっき言ってた面取りっていうのはまたこういう感じで45度ぐらいに当てて動かすね。今はこっち上の方をかけたので、今度下の角っこもね、はい、これで今軽く少しだけですけど、こうやって面取りできました。もっと大きくしたい人はもっと長い時間すると大きくなってきますから、それはどのぐらいにしたいかはもう自分の好みというか決めてもらったらいいと思います。ではこれで次いよいよ組み立てていくんですけども、今この溝の中にこの板を入れていくんですけれども、ちょうどいいとことかちょっと硬いとことかいろいろあると思うので、もうちょうどいいとこはそのままでいいんですけど、少し硬いところはこれを板を少し削りましょうか。そうでないとあまり無理やり入れても具合が良くないので、もうこの時点でこの時にどの板がどこに入るか決めましょう、ね、だから例えば板の入れるのでも短いのから長いのに順番にずっと入れるやり方もあれば、これみたいに長いの一番長いの2番目3番目4番目5番目って入れてもいいし、ね、これだと一番長いのがここで1番2番3番4番とかなってます。これはもう自分の好きに入れてくれたので、1番から順番にこうやってもいいし、こうやってもいいしね、こんな風にもできますから、それは一回自分でどういうのがいいか考えてみてね。で今から見本で作るのは一応順番にしてみようと思います。でこれが今一番短いの、一応場所も決めときます。ここが短いのってもちょっと印しとくね。で次2番目はもうその横に入れますね。こうやって順番に少し今これ硬いです、入らないね。だからそういう時はちょっと紙やすりで削ります。全体を削るんではなくて、先が少し
こう入るように、少しとんがらすように、少しとんがらすようにね、こう全体を薄くす、あのするよりも少しこういう形になるように削ってみてください。で、硬さがいいか時々見ながら、あ、これで少し入りましたね。で、あんまり緩すぎるとうまく接着剤つけても止まりにくいので、ある程度押し込んで入るぐらい、硬さが難しいんだけど、ズボズボの柔らかは柔らかすぎる。で、入らないのはもちろん硬すぎるから、ちょっと先が入るぐらい。で、こうやって立つぐらい。このぐらいが一番いいかな。ここもちょっと硬いですね。これも3番目もちょっと硬い。ちょっと削りますよ。こういうふうに少しずつ削りながら調整してね。いきなり削りすぎたら今度緩くなっちゃうからね。はい、多分大丈夫。一応これで、硬さがほぼ調整できたので、これで今度は木工用の接着剤をつけて、完全に留めていきます。今はこれ仮組っていうのね。これから接着剤をつけて留めていきますね。ではこれをちょっと一回片付けて、まず、じゃ今下一回仮組しましたけど、一回、外して一番短いのから取り付けていきますね。ではこれで組み立てていくんですけども、こういう木工用の接着剤を使いますね。で、これも外して、この溝の中にボンド、木工接着剤が少し入るように、あんまりつけすぎなくていいからね。こんなぐらい、これでもつけすぎかな、わかるかな。はい、こんな感じ、ちょっとつけて、これを差し込んで、優しく叩いてて、次はね、こうでもします。本当はこの方がよく効くんやけど、こうやって、みたいな感じ。接着剤だいぶ出てきたね。これで、出てきたということは奥まで十分接着剤が入りましたということです。で、これは乾くと透明になるんですけど、あんまりいっぱい出てきてたらかっこ悪いから、ちょっと拭いときましょうか。拭くのは、濡れた雑巾ね、ちょっと強めに絞って、濡れた雑巾を強めに絞ってこうやって拭くか、細かいところがもし拭き取りにくいときは、もういらなくなった歯ブラシ、ね、いらなくなった歯ブラシなんかを少し濡らして、こういうところをすくい取るように拭いてあげると、ね、接着剤が割ときれいに取れます。で、やっぱりこれがまっすぐに入ってた方がかっこいいと思うので、目で見て、まっすぐこれぐらいかなって合わせてもいいし、例えば大工さんだったらこういうスコヤっていうのがあるので、
こうやって重ねてみて、まっすぐいってるかなっていうのを見ます。で、こんなお家ない時は、例えば下敷きとかね、下敷きとか何でもいいやけど、本でもいいね、本とかでこうやってみて、この線とこの線が一緒やってるよね。例えばこうなったりこうなったりしたら直角じゃないってことやから、うまくまっすぐ重なるように重なってるか見て、で悪かったら直す、少し直らんかな。まあ、いいか、ね、こうやってみてください。もうだいたいこれでいいって思ったらそれでもいいです、大丈夫ね。はい、では次2番目ね。こういうふうにして順番にやってって、うん、はい、これで一応長いのから順、あ、長いというかこういう順番にした形のができました。で、接着剤が乾くのに多分1時間とか2時間とかはなるだけ動かさずにそのままにしといた方がいいと思いますね。で、ある程度この接着剤が乾いてからやってみてください。で、まあ一応今はとりあえずやってみるね。これビー玉を中に入れてもらって、この土台のところを持ってもらって、こう羽を持つとあんまりいい音がしないから、板を持つといい音しないから、ここを持ってもらって、でこうやって回してもらうと音がします。多分あの接着剤が乾くともうちょっといい音になると思いますけど、一応これで完成です。はい、以上で終わります。みんなもあの怪我しないように気をつけながらやってみてください。はい、どうもありがとうございました。